法徳寺は奈良県奈良市十里院町にある有数念仏宗の寺院である。三号は光明山、陰号は梅岩院。本尊は阿弥陀如来立像。元は新言宗元号寺別院で多門院と称したとされるが、詳細は不明。慶長十年、梅岩商人の下で有数念仏宗に属するようになり、これをもって法徳寺の中高とする。今も住職は、 代々バイワの生を受け継いでいる。有数念仏集では、山と十大寺の一つとされ、第十大量産上人や、第十四大観山商人のような構想が出ている。1877年と1892年の火災で本堂が消失したため、現在は四季軍化の天理教の道を移した本堂となっている。大きさは六軒四面。中央に、 本尊の阿弥陀如来立像と箱入りの十一尊天、特如来画像を祭り、右脇岩に、両人商人と、法名商人の、両阻止画像、及び木像、工房大師座像を安置する。その他に、阿弥陀如来像、愛禅明王像、多門隆像などがある。阿弥陀如来立像は、穏やかな表情に、緩やかな肉取り、衣の日がも浅く整っているなど、十二世紀頃の、 特色がよく現れている。近年建立された鉄筋作りの観音堂で、最国33箇所、観音霊場の本尊にちなむ33体の仏像とその家身像などが祀られている。正面は境内ではなく宝徳寺山門に隣接して、西隣で道路に南面する。境内から道内へは背後から入ることができる。本尊の美写門天立像の前には、 皇共があり、第二、元六十正月美大国や七兵衛の影国名がある。本尊の背後、左右の段には、愛禅明王像、ベザイ天像、不動明王と行進の三円などが祀られている。美沙門天蔵は元、元号寺柄の鬼門よけの天皇であったといい、北西隣の美沙門町に存在し町名も、この美沙門天蔵に由来すると伝わっていたが、 1878年本堂に移された。美社門店とペ財イ店は近在住民の信仰の中心となっており、毎年7月15日に夏祭りがある。元の観音堂で、教法14年に自主、祖蘇義慶が再建した二軒四面の土蔵造り、1892年の火災での消失を免れた。新観音堂が完成したため、現在は、 偽道として使われている。ありがとうございます。